はい、始まりました。ちょっと久しぶりにやったんで、これで合ってるかどうか不安なんですけど大丈夫、いつもの千葉くん、うん、大丈夫です、うん、あれ、それ誰のユニオンですか。これですか、はい、これ犯罪者のユニオン。犯罪者のユニオン。赤野郎、森も映ってるから。森も、あー、ちょっとモザイクだな。モザイクかけんな、おい。今日はいつものテアトロスタジアムに来ているんですけども、今日はですね、フットサルをします。おー、まあそれそうですよ、フットサルなんだから、はい。今日はゲストがたくさん来ておりまして、はい、その人たちを順々に紹介していきたいと思います。いいね。早速エースから呼んでもいいですか。うちのちょっとエース、どうもー。あれやってるのかな。でもみでもしでもないけーすけ、えつけです。お願いします。久保くんの知る久保くんがやってたから、けーすけ。あ、そうなんですか。けーすけーつって。え、マジっすか。そうよ。嬉しい。徐々に伝わってる。ありがとうございます。どこがエースだよ。改めて本当のエース紹介してもいいですか。間違いない、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。スポーツプレイヤーでウィニングイレブンプロプレイヤーのマーさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとなんか新鮮なんですけど、ちょっとこの絵面が。そうなんです。だからマーさんとの出会いは、うん、e スポーツのゲストで僕らが行って、マーさんが解説っていう、はいはい、そうですね、形であったのに、はいはい、まさか本当のフットサルで現実世界でね。いや、でもありがたいことにお話しいただいたんで、マーさんはもともとプレーもしてましたし、中途半端やってもらったのに、はい、普通に優秀。いやいやいや、そんな7年ぐらい離れてるんで、今日から両方うまいよね。ウィングイレブンも実際のウィングイレブンはうまいと思うんですけどね。いやでもウィングイレブンはやっぱ僕らの方がやっぱり、まあ、いやいや、そんなことない、そんなことない。一応プロですから一応プロですから僕いや、どうぞよろしくお願いします。そして最強メンバー呼んでもいいですか。はい、これでも十分戦えるんですけど、これがうちのチームってことだもんね、今日ね。そうなんです、うん、もう最強メンバーちょっと呼びますね。強そう。おお、すごいな。多分見てわかると思うんですけど、ゴードンそっくりさん違います。弟の方ね。僕の甥っ子です。シンプル甥っ子、はい、ガチの甥っ子です。甥っ子大きいな。 TOMOYA トモヤです TOMOYA トモヤです。でトモヤとそのお友達を連れてきてもらったんですけど、ちょっとそうですいや全然覚えてないじゃん名前はちゃんと覚えてますか。ちゃんとそうです。 SOU とキヨト。キュートはあれだよね、反射の人。いや、反射ではない。いやいや、反射でよりもすごい爽やかな青年じゃないですか。現役の 大学生です。そうですね、3人とも。一応今日はこのプロット3メンバー、このメンバーなんですけども、相手がいるの。そうなんです。今日はサッカー軍団と対戦しようかと思ってるんですが、うんうん、人数の関係上、私サッカー軍団の方に行きます。おいおいおい、裏切りかい。いきなり裏切んのかい。おいっ子置いてシャワー浴びてこいよ。シャワー浴びてくんなよもう選んだかな、はい、ボールで、はい、いや、なんでいる俺ちょっとあんまこのルール分かってないこっちで大丈夫。こっちで、はい、じゃあトモヤ行っちゃえ。トモヤエンド、ドリブしてみるから。投げてた、下げるんじゃないか。エンドおお、ナイス。だってもう香川関で分かりづらいの。もうパープでしょ。僕はパープないから分かんない。うん、あ、ごめんなさい。ゼロ。え、バックパスあり。バックパスあり。はい。ほま。あ、終わり。あ、ちょっと。行こう。シュートだ。当たって。いいよ。スポットあり。
おおおおおおチームのため、疲れてる時にシュートまで来ないよ、どうせ。
っからこっから。遠藤がキーパーチェンジって言いました。面白そうだからやらせてやろうじゃないか。ボチャーのフィールドで。なんだ、乗る前に日本代表30分だぞ、これ。やべ、大丈夫か。